三遊館はかつて存在した日本の映画館である。浅草オペラの時代にはオペラを興業した。1907年、東京市浅草区公園ロック4号地の北東角地に映画会社吉沢商店が建設し開業した。同地は1884年浅草公園ロックが区画整理され、海新館観光場が開かれていた地である。 1912年9月10日、吉沢商店が、エムパテー紹介、副報道、横田紹介と4社合併で、日本活動写真株式会社となり、日活制作作品のフラッグシップ館となった。同年10月15日公開の、捨小舟が、同館をフラッグシップとした、日活最初の公開作品であった。1917年1月22日、 時わが、歌舞劇協会のオペラ、上軍出世を上演、大ヒットすると、三国ニ、ザ、観音劇場と共にオペラの上演を開始した。そのまま、日活作品を公開した。1927年5月1日公開の村田、る監督の、椿姫、中山鈍海監督の、めかけの勇者をもって、日活との契約は終了。 同年7月22日には、市川歌いもんプロダクション制作、河合映画制作者配給の古見卓司監督の野獣前後編を風切り公開し、同年9月23日に、石田富蔵監督の哀悼公開以来、定期的に、東亜キネマ、京都撮影所作品をフラッグシップとして上映し始めた。九百三十年一月十五日公開の石田、民造監督の 女気なり前編を最後にフラッグシップを解かれる。1934年4月19日、倉田文人監督の晴れたて二人での公開以降、日活京都撮影所作品を年内6本公開する。翌年以降、いずれの日本映画配給系統のフラッグシップになることはなかった。1944年、強制疎開で取り壊される。 1945年8月15日、第二次世界大戦が終了、6年後の1951年、同地を東洋工業が取得し、跡地にストリップ劇場、フランス座を開業した。ありがとうございます。